革繊維で日常少しリッチな気分に。こんにちは、ハレリアチャンネルのブッチです。本日はこちら、キズカクースでレザーバッグの色落ちを補修してみたということで動画をお届けしようと思います。こちらのバッグは以前こちらのカピ取りの動画で使用したビビアン・ウェストウッドのレザーバッグになります。でこちらのバッグ綺麗にはなったんですけども、こういった角のところとかちょっと色落ちといいますか、顔が剥げたような状態になっております。これどうせやったら綺麗にしたいなということで今日は動画撮ってみようと思います。でそこで使うのがセリアで今回は見つけてきました、こちらですね。応急用キズカクースっていうキズ消しのペンです。これを使ってどこまで綺麗に違和感なくこのバッグを仕上げれるのかなっていうのをちょっと試してみたいと思います。応急用で多少この角とかが綺麗になればまあいいかなと思うんで、まあ実際使いながら仕上がりとかっていうのを見ていきたいと思います。もしこれがうまくいったらレザーケアの参考にでもしてみてください。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速こちらのキズカクース使っていきたいと思います。表記が革靴の傷の補修って書いてあるんですけども、まあ革靴も革なんでレザーバッグにも使えるんじゃないかということで使っていきます。使用方法としては、まあ、本製品は簡易的に応急的に革靴を補色するもので、本格的に革靴を補色する商品ではございませんということで、あくまでも本当に応急的に傷を隠してちょっと目立ちにくくするっていうぐらいだと思います。なのでこの黒がこのビビアンの黒に馴染むのかっていうのがちょっとわからないですし、むしろ馴染まない可能性も高いとは思うんですけども、実際使ってみてどうなるのかっていうのを見ていきたいと思います。中身はこんな感じで、まあ、普通にペンですね。使用方法も色落ちしたところに馴染むまで塗ってくださいって書いてあるので、まずはこの角のところをちょっと塗ってみたいと思います。ペン先も普通の油性ペンみたいな感じですね。これでそのまま塗っていくみたいなんで、早速この辺塗ってみたいと思います。ビフォーの状態こんな感じです。中の白いのが見えてる状態になります。これを塗るとどうなるのか見ていきたいと思います。え？いやこれ大丈夫、これいや普通のペンやん。え、あーでもまあ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 やけど、今この角のところを塗ってみました。この辺りからね、この辺りまで塗ったんですけど、結構色の濃淡分かれてますね。もう塗りましたっていうのが分かるような色味です。なかなか濃い黒ですね。ほんまに応急処置用っていう感じです。塗れば塗るほど多分濃くなっていっちゃいそうな気がするんで、これどうしようかな。ちょっと指で鳴らしてみますね、一回。まあ、塗ってすぐ指で鳴らしたんですけど、全然指にはペンはつかなかったんで、結構速乾性があると言いますか、乾きも早いと思います。気持ちの問題かもしれないですけど、指で鳴らしたらちょっとマシになったかなっていう見た目ですね。できなくはないかなっていう感じなので、この裏側もねこんな感じで白くなってるんで、ここもちょっと塗ってみたいと思います。塗ってみました。まあやっぱ濃いですねやっぱ濃いな、まあ、濃いけど確かに応急用としてはいいかもしれへん、うん、いいかもしれんなっていうぐらいではあります。めくれた感じの白いところに塗ると、紙に油性ペンで書いた時にあのじわーっと染み込む感じにここが近かったんですね。でこの小刃の部分とか塗ると、そんなにこうじわーっと染み込む感じもなく、なんかこう上に乗っかってくれるような感じになるんで、部位によって色の出方っていうのはだいぶ変わると思います。これぐらい引きで見たらそんなにわかんないですね。確かに傷隠すやば、これ思ったより隠せてますね。油性ペンと正直何が違うのかは分かんないんですけど、もしかしたらインクが革にかかっても大丈夫なやつなんかなとは思います。このままちょっと反対側ね、こういうとことかも傷があったりとか白っぽくなってるんで、この辺とか、あとはこのボディのこの傷ですね、ボディの方が色の濃淡の差がだいぶ出るとは思うんで、ちょっと目立つかなとも思うんですけども、まあ、最悪落とせばいいやっていうことで、ちょっとこの辺りも塗って目立つところを全体的に仕上げてみたいと思います。はい、じゃあ続いて全体塗っていきます。まずはこっちの両角塗ってみようと思います。はい、反対側の両角塗ってみました。お、まあ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 確かに黒くはなって、ちょっと目立ちにくくはなってますね。ちょっとこう引きで見ると、まあ、そこまでめちゃくちゃ目立つってわけではないですね。確かに応急用で隠すなら全然いけそうですね。こっち面も、うん、さっきの状態に比べればだいぶマシですね。ここのボディのここの傷いってみたいと思います。
あ、これやばそう。ちょ、今塗ったんですけど、このビューっと光ってるとこですね。やっぱ色の濃淡結構出ちゃいますね。これはまずいな。逆に塗らない方が良かったぐらいですね。しっかり当たるともう完全になんか塗ったなっていうのが分かっちゃいますね。いや、これはちょっと失敗やな。こういうところは、まあ、応急処置でせずにレザーコンシーラー塗ったりとか、ちょっとクリーム塗って全体的にツヤアップしてぼやっとぼやかす方がいいのかもしれないです。あとはここですね。ここもちょっと塗ってみます。こんな感じです。コバとかちょっと皮がめくれてるとこ、こういうところやったら結構目立ちにくくなりますね。端っこに使うのが良さそうです。まあ、最初の状態に比べるとまあまあマシにはなってますね。字の角も結構白くてめくれた跡っていうのがもうもろわかりやったんですけど、結構ちゃんと傷隠すできてますね。反対面もこの辺がやっぱり白くてもうベリってめくれた感じやったんですけど、しっかり傷隠すしてますね。こっちも大丈夫そうですね。よーく見たら塗ったっていうのはわかるんですけども、応急処置用のペンタイプ、しかも110円っていうことを考えれば、まあまあ優秀なんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じの仕上がりです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は100均で見つけてきた応急処置用の傷消し、傷隠すを使ってちょっと皮が剥げたところとこう色落ち補修してみました。こうアフターで見るとまあマシにはなったんじゃないですかね。100円でペンタイプ、応急処置用の割には綺麗なのかなと思います。まあ大成功とまではいかないですけど、まあまあ成功でいいんじゃないでしょうかね。これは今回セリアさんで見つけてきた傷隠しのペンなんですけども、これも110円で販売しておりました。たまに使えるは使えるけど色味の違いっていうところに関しては見てみないと正直わからないっていう部分はあります。はい、ということで今日はこちらの傷隠すを使ってお手入れしました。まあ使えんことはないので、よかったらお手入れの参考にでもしてみてください。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。変わることを、愛せる人を、これからも楽しませたい。